どうも、エルザレットです。それでは、コントロールやっていきましょう。アーティーを探せということなんで、ちょっと管理人室の方に行ってきたいなと。多分、いないんだろうね。わざわざね、簡単に見つけるようなところいるわけないよなぁと思いながら、戻ってきたんだけど、やっぱいないよねー。Where is he? Now this boy left, said the son of Anniki Tähti. My assistant will keep work in the glove and the house standing. Lomille lumps, holiday humps. How can anyone even get out of here while the building's sealed? Let alone go on a holiday. Guess I'm about to find out.さあ、まあ、速攻マークが書いてあったからね、隠し通路を見つけたけど。いきますか。さあ、アーティのビジョンについていくと。さあ、パイプの通路出てきたね。ただまだ一回も来たことないから。外したか。ああ、ダメか。洗脳できないか。ちょっとね、力借りるよ。あ、違う。まさかの普通に味方を攻撃してしまった。まあまあ、敵みたいなもんだったらいいんだけど、ね。あ、正解だった。相手持ちてないかな。まあ、特にはなしと。いやー、そろそろライフ上げたいねー。まあ、もちろん開かないよね。ほう。こうにジャンプと。でも特には意味がないってことはこっちか。まあアイテムもないし。ついていこっかね。左側が目的地だね。マークが見えるしね。さあ、浄化しよう。特にはって感じか。アイテム回収して奥行きますか。ラジオ、あったあった、資料あったね。さあ、アーティーはこの奥にいるのかな。いや、でも戻ってきたしね。嫌な感じ。うん、嫌な感じやね。モールドやん。
ちか。痛い。どっからどっから。あっちか。きつい。横からの攻撃きついな。あ、そうだ。お、爆破作れるようになってるね。さ、全くポイントは足りないが、チャージ爆破ブースト。おお、グレネード弾か。こりゃええ。叩き込んだけどダメだった。いやーマジであそこから狙ってくる。はいはい、いらっしゃい。いい感じやね。狭いところだとなお有効な感じか。ああいい。ああはい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 、どんどんほらほら、まあ、爆弾やる、いや爆弾やる、爆弾やる、食わせてやる。ほら、どんどん湧いてくるな。おい、一旦 OK かな。まだ来るね。これやっぱ無限湧きっぽいなこいつら。厄介なのは結構ね、追跡が強いのよね。よしよし、痛いね。カウンター入れてきたか、あの感覚。よし、あとは痛いね。痛い。めっちゃ痛い。ちょっと待った、これは入り口になった回復を回収して、さあしかも届く。あー、ミサイルか。まあ射程はそれなりに決まってそうな気はするが、まあ、これ強いわ。これ先に手に入れとけばよかったな。レーザーもレーザーで結構好みの武器ではあるんだけど、スナイパーライフル感があって好きなんだよね、あればね。これはどこの上なんだろうね。
まあ多分まだ、あ、いや冷却ポンプの上か。はい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 。へえ、上にこんなところあったんだね。確かにここの下でゴミ捨て頼まれたもんな。さあ新しい通路かな。1階、どこだ。2階、やっぱ3階か。3階、さあ1階鳴らそう。で扉が開く。痛い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 。あー、ここは入れないってことか。ラジオをつけろってことか。道を3箇所。ここと、あ、ここもか。お、多分ここの敵がお亡くなりになったかな。いやマジこいつ気持ち悪いからな、さっきのやつは。だいぶ汚いわ。そう、なんか超音波で倒したって感じかな。あれ、今鍵手に入れてなかったかな。いや、やっぱ手に入れてるよね。あら、あら、鍵手に入れてなかったっけ。んで、もう一回ちょっと行ってみよう。あら、鍵取ったの鍵じゃなかった、もしかして。いや、これはまさか。いや、こっちか。へえ、いつもなんかあっちのイメージだからわからなかったけど、ここ扉あったんだ。さあ1階2階、いや3回目がね1回トラウマあるからな。さあアーティのビジョンに行けと。さあ中間、はい、戻ってきました。いや、エラー落ちしたからちょっとびっくりした。まあね、やっぱさすが海外のゲームっていう感じもするけど、エラーがね、ちょっと多いのがね、このゲームの特徴って言ってもいいぐらいだけど。なんかやっぱ見られてた気がしたんだ。あ、でもあの奥か。ああ、積載所か。なんか、ん？なんか久しぶりにここ来たって感じがするね。
なんかあそこやばかったね。あ、敵食べるのか、飲み込んで。まあ、ある程度無視してた方がいいような感じかな。さあ、何事もなく普通に来たけど、よかったのかな。アイテムも特になし。ああ、降りる感じか、このまま。さ、スッと。おお、結構高いね。さあ、立ち入り禁止区域来ましたね。この裏にアイテムない。あそこはあるところじゃないんだ。ないのか。上か？いや、上ではない。じゃあこっちか。お、速攻やったね。一瞬アーティーかなと思ったけど、ただの雑魚敵だったね。待って、どういうことだ。あー、これか。さあ、ゴンドラが来るかな。あ、来る感じやね。いや、もっと面倒いのがいたね。これね、3種類ぐらいできたらね、最高なんだけどね。おどん、ドーン、お土産。違う、そっちない、こっちこっち。はい、ドーン、痛い。デカブツの厄介なやつをね、倒さないと。痛いけど。ちょっと君を盾にしながら。狭い場所で戦う分には強いなーって思うけど、
やっぱ弾切れのことを考えると。さあ、痛い。痛った。いやー。さあ、戻ってきました。リベンジといきますか。正直ね、シールド持ちがね、そういえば、これ変えれるのか、この時。変えれるんか。そしたら、やばい、めっちゃ爆発したの。さあ、君はちょっと手伝ってもらおうかな。おい。で、ぐるって回ってどこに行くかな。おい。いいね、ミサイルくんはいいね。また君出てくるか。おい。お、意外と近づいたね。君ちょっと手伝ってくれるかな。さあ、あと。何枚だ ?1 枚。こっちいるね。おい。の、あとはどこだ。さあ、終わりかな。よしよし、終わり終わり。じゃあ、お疲れさん。あと一人は、いた。お疲れさん。うん、普通に、この組み合わせがいいな。グレラーはちょっと、また敵で考えよう。シールド張ってる以上ね、どうしてもシールド貫通が辛いところあるからね。アーマーが専用だったっけ。いや、専用ではないか。めっちゃ画面替え。マップの上どこまで行くんだ。はい、未観測エリアと。マップも見れないっていうところですね。
結構かかるね。さすがにあの距離はジャンプして回避行動じゃ届かないか。さすがに壊れないね。なんかすっごいところに来たような気もするけど、大丈夫なんかな。さあ、着きました。先に何かあるね。確かにね。なんかすげえことになってるけどね、周りの映像が。おお、なんか映像が。なんか森の中みたいな感じになってるね。もう次は海。さあ、どんどん濃くなってきたね。でも横は大してなんだよね。正面だけなんだよね。Did you miss me? Did you have peace in your song? Yes. No. Bart, don't make a wound. You did good. Take my cassette player. You can borrow it. The song is a present from my friends to you. It will get you through the maze so you can do your job. Ho!Did that really just happen? Of course it did. He gave me his cassette player. It'll get me through the maze, huh? The janitor always has the keys. カセットプレイヤーが生きるってどういう仕組みだ？まあ、なんか幻覚的なものになるのかな？超能力の意識かもわかんないけどね。はい、ということで今回ここまでにしましょう。いや、結構途中の敵が強かったね。そこ、てか途中の敵っていうか雑魚敵がね、ほぼボス並みの力持ってるんでね。まあ次回もできるだけ死なないようにやっていきたいなと思います。ということでここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃ、またな。